ルドルフ・ヨハネス・ヨーゼフ・ライナー・フォニ・スター・ライヒは、神聖ローマ皇帝レオポルト2世の罰師。1819年に、オロモーツ・ヒロツカサ教とスーキ教に選出された。一般的には、ルドルフ大公の呼び名で、ベートーベンのパトロン及び弟子として知られている。1803年もしくは1804年に、ベートーベンに、ピアノと作曲を支持した。その後、二人は、意気投合し、 ルドルフ大公はベートーベンの被護者を務める。1824年まで二人の交友は続いた。ベートーベンに保護者として年金を送り続けた貴族は他に二人いたが、最後まで耐えやさなかったのはルドルフ大公のみであり、作曲家の大作、重要作を多く検定されている。検定された作品は有名な大公トリオや国別ソナタだけでなく、 ミサ・ソレムニスを含めて合計14曲に上る。ルドルフも見返りに自作をベートーベンに検定している。ベートーベンのルドルフ大公宛ての指針は現在ウィーン楽友協会に保管されている。ルドルフ大公は生来巨弱で激務に耐えることができなかった。1831年に創生するとウィーンの皇室地下霊病に葬られた。心臓は モロモーツ大聖堂に眠っている。リドルフの音楽作品は、1980年代から再評価が始まり、クラリネット奏者のディーター・クレッカーやバイオリニストのヨゼフ・スークによって、録音、演奏されるようになった。その作品は控えめでおおむね保守的であり、創意に欠ける嫌いがある。しかし晩年の、70奏曲保単調は、野心的な作品の一つと言ってよく、 叙情的な性格において、ロッシーニやウェーバー、シューベルトなど、初期ロマン派音楽とのつながりの中に位置づけることが、できる。ありがとうございます。